今日は宜野湾のトロピカルビーチから公開生放送だよ。ゆるい。ゆるい。痛い感じ。あ、もうほら来てるよ。ごめん。早い。始まったな、今日も。もうでも閲覧中5人だ。閲覧5人だ。早っ、すごいね。イエーイ、あ、じゃあ手ぐらい。イエーイ。よろしくお願いします。これは聞こえてんだっけ？これは聞こえてないんだっけ？聞こえてます。聞こえてるんだ。じゃあ、あら。じゃあそろそろ喋りましょうかね。はい、キヨちゃん。はい。宜野湾トロピカルビーチから公開生放送ですよ、今日は。イエーイ。すごい天気ですね。いい天気ですね。先ほどもういきなり記念撮影をしちゃいましたね、2人で、ね、外でね。ツイキャスの方には見えてるんですよね。見えてますね。この私の衣装がご覧ください。サンバ。このサンバについては、なんでキヨちゃんがこの格好をしてるかについては、また後ほど詳しくね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、パーソナリティ、ヤッコベイビーと、キヨです。キヨちゃんでね、お二人、ね、まあ、二人でお届けしていきたいと思いますけども、初めてここから生放送、トロピカルビーチ。ね、変わりましたよね、昔とちょっと。ちょっと変わった？トロピカルハウスから、トロピカルハウスの売店の横側の方から、うん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 、ね、海に向かって喋ってますね。ちょうどもう海に向かって喋ってるような感じなんですけども、はい、もうツイキャス、ユーストリーム、映像と音声も配信しておりますので、はい、皆さん最後まで聞いてくださいね。はい、ちゃんとした番組ですからね。そしてこの、ね、放送はこのトロピカルビーチの中でも流れているということですので、皆さんこんにちは。手を振ってくださってありがとうございます。生放送でこの後ね、1時ちょっと前までお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。キヨちゃんをお迎えしてね。なんかキヨちゃん今日何、これからどんどんテンション上がってくる感じ。テンション低い。嘘。これでぼーっとしてる。嘘。これからどんどん上がってくる感じ。なんかね、海に向かって喋ってるからかな。いつもやっこさんの顔を見ながら喋ってるから、うん、すごく気分が上がるんだけど、海を見るとやっぱりやっこさんの顔を見たくなるんだ。だってほらね、海を見るとさ、こう、はい、歩いてる方々もいろんな方がほらいるじゃないですか、ね、でも海を見てるのか男を見てるのかはどちらかダメよ。それははい。お昼の番組今いろんな人がちょっと清く正しく振り返りましたけどもね、はい、よく正しく美しくいきたいと思います、はい、今日何を話すんですか。はい、今日はですね、キヨちゃんも、キヨちゃんをお迎えしていろいろとほらネタはそうですね、ありますので、楽しくいきたいと思いますよ。まずですね、皆さんからのメッセージ、リクエストもね、あ、リクエストがちょっと今日は受けれないのかな、めぐみちゃんね。はい、公開生放送ということですので、曲はこちらの方で選曲をさせていただきましたので、ぜひメッセージをいただきたいと思います。メールアドレスが、ひるらじ12@gmail.com となっております。よろしくお願いいたします。さあ、ひるらじヤコベイビーマイタイム。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワの提供を他各社の協力でお送りいたします。まずオープニングナンバーね。はい、あ、僕からいきなりかけちゃいますが、うん、私は正気で今少女時代に入りたいと思ってまして、その少女時代のジニーをよろしくお願いいたします。どうやって下げんの？機械に弱い。あ、2本指で。え？2本指でこうやってできるんですよ。
なんかもうあれね、老人ホームのパソコン教室みたいな感じで、ちょっといつもこれなんかファンダーみたいなのあるじゃないですか。あんなのないんだね。あれ、あ、あ、できたできた、よし。こういうのね、緊張するね、こういうのね、できないとね、うん、これからだね、なんかちょっとまだね、本調子。あ、本当ないわね、まだ本当に。あ、じゃあ全然行くよ。じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。普段何喋ってたっけ、なんか何喋ってるか忘れちゃったいやいやいや、たくさんあるよ。あ、本当、うん、すぐ忘れる。ヒューちゃんはたくさんある。まず8月11日のマンバと、そうですね、マンバと、うん、そうそう、サンバの話で、今後のキヨちゃん、うん、ほらね、今後のキヨちゃんいろいろあるでしょ。で、リスナープレゼントはない。え、私焦ったのがこれなんですよ。どれ途中までしか書いてない。アドレス、ちょっとさ、私焦ったよ。途中までしか入ってないし。覚えてたよね、私覚えてた。私はできる。ヒルラジ12アットマーク gmail.com。 もうこれヒルラジって言うんだ。ヒルラジって言う、ヒルラって書いてるでしょ。踊って踊って踊って、そうそう、踊って。これってあれでしょ、ユーストリームの人はなんか退屈なんでしょ、この時間が。何も聞こえなくて。あ、ユーストリームも声が入ってるの？聞こえてる、聞こえてる。嘘、ユーストリームってなんかこの間ってなんかこう無音じゃなかった？声は聞こえてる。曲は流れてなくて。声は。あ、本当？あら。うん。gmail.com なんですよね。はい。はい、ミルラジ中当たってたよね。当たってる、さすが。え、もうこれ読んだの？焦ったよ。あ、本当？ギャーみたいな。なんで途中までしてたの？どうしよう、こっち読むの、こっち、うん、違う違う、昼立ちだったと思って。こんにちは、あ、セブンさん、こんにちは。これどっちが名前なの？あ、こっちね。あ、そっちを読むのね。こっちは銀のトロンボンさんだな。はい、そのまま CM 行きますよね、めぐみちゃん。ちょっと、声がファイアフォックス、こっちがファイアフォックス。あれだね、やっぱりなんか。これ来てるってこと？リスナープレゼント。猫まだ来てないね。オッケー。で、こっちがギノワンね、うん、聞こえない、どうして。え、ストリー聞こえない、どうしてって来てますけど。あ、ギノワン聞こえてない。ギノワンがツイキャス。見ます。でも反応してますね、これマイクが。これコザの方、こっちが、こっちがギノワンの方。反応してます。ヒロさん、今どうですかね。うん、もうキョトンよ、やばいよ。すごい、まあ、めぐみちゃんいてよかったね、うん、もう固まるよ、こういうの、うん、あ、でも切ってます、これ、うん、聞こえていますでしょうか、ヒロさん、うん、ヒーローさん、ヒーローさん。こんにちは、やっこさん、きよさん、あいちゃん、うん、あ、めぐみちゃん、あ、これめぐみちゃん、あいと書いてめぐみよ、失礼しました。あ、ここに書いてあった、ここに書いてあった、ゆるらじ。これ端っこの3、2、1、はい、
ヤッコベイビーマイタイム生放送でお届けしております。今日のお相手はキヨです。キヨちゃんです、はい、今日もしかしてさ、ちょっとはい何ですか、初めて放送を聞いた方もいると思うので、はい、ちょっと自己紹介をしてもらおうかな。竹内清文と言います。39歳、前も同じこと言ってた、39歳です。年齢言うんだ。東京に住んでますが、うん、今は沖縄に、はい、遊びに、仕事しに、あ、仕事だ、仕事しに、ごめんなさい、海を見ているとね、あ、大丈夫、ちょっとさっきからなんかダメよね、今日なんかアウェーな感じ、機材の感じも、皆さん最後までちゃんと聞いてくださいね、あのちゃんとオンエアしてますから、ね、カットとかできないですからね。はい、キヨです。ガラクタ整理士という仕事をしてまして、本も出したりしています。じゃーん、あちらにもじゃーん、じゃーん、買ってね、トロピカルビーチで営業活動いいんでしょうか、これね、怒られるかもしれませんが、本も書いてガラクタ整理士もして、ね、うん、はい、います。真面目なこともやっています。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、よろしくお願いします。で、なぜさ、キヨちゃんがこの格好をしてるのかっていうこと、うんうん、これの格好もすごく頭がおかしい人だからじゃなくて、うん、ちゃんと真面目に、あのサンバの格好なんですけど、8月27日に、あら、ありがとう、8月27日に、お、先週の土曜日、そうね、うんうん、浅草サンバカーニバルっていうのがありまして、はい、50万人ぐらい人が見に来る、50万人、北半球で一番大きい、サンバカーニバルなんですね。あの、ブラジルの、50万人、すごいでしょ、そこに出たんです、私が。キヨちゃん出た。そうで、宮城姉妹っていう沖縄で活躍しているサンバのユニットの方、はい、うん、友達で、その人と、あといとこの五郎ちゃんと、うん、あとユーリーちゃんっていうこと、うん、5人で出ました。で、その時の衣装です。で、白黒がテーマで、この、うんね、ちょっとラジオの方には見えないんですが、この白黒のこの波、ピッカピッカ光ってるよ、これ。この波がですね、うん、リオのビーチにこの波のマークがあるんですって。あ、そうなんだ。だからこれなんです。はい、それで踊りました。これ手作りのものなんですか。そう、宮城姉妹が手作り。この羽も沖縄の、なんとかかんとかっていう、羽です。そこ抑えててほしかったです。で、こういうのができないからね、ラジオ向きじゃないか、まあ恥ずかしい。なんとかかんとか、顔が赤い、やだ。有名な羽、そうです、宮城姉妹が一つ一つ乾かして、うん、作ってくれて、こうたんですよ。手作りのものなんですね。そうなんです。あら、素敵。それは8月27日に踊ってきました。キヨちゃんはサンバの経験は、yes. oui. ないんですけど、全くないないんですけど、愛嬌を振りまく担当としてなんていうんですか、こう沿道にね、人がこう見てらっしゃるでしょ、今日もね、うん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 、見てくださってる方もいるかもしれませんが、うんうん、その人たちにこうみたいな、こう手を振ったりとか、イエーイとかルンルンみたいな感じでやるのは得意なので、それの補強員としてこう一生懸命こう白い目を向けられようが、カメラが向かこっちに向かなくても、うん、頑張ってきました。頑張ってメイクもしたのよね。メイクもしたんです。私のフェイスブックとかホームページ、うん、あのブログでちょっとアップはしてますが、今すぐ竹内清文で皆さん検索をしていただきたいと思います。でもね、メイクしたんだけど、あのね、うん、なんかね、汗かきすぎて、もう最後の方はなんていうの、もうドラッグクイーンがなんかこう化粧に失敗したみたいな、なんかドローンってなってて、やっぱり女子の人たちはすごいなと思いました。崩れないメイク、ちゃんとね、今度習わないと、汗をね、うん、汗かいた時のね、もうすごい顔になる。なんか 1.5 キロぐらいなんですよ、サンバって。長いんですよ、あの浅草の浅草寺っていうところの有名でしょ、うんうん、あの近くをこう練り歩く、なんていうの、踊り歩くっていうんですか、はい、日本語で、はい、それするともう暑くて暑くて汗がダラダラで、いや暑いでしょうね。でも目立ったでしょ。目立った。でもやっぱり本当に目立つ人はほら、羽のお姉様たちがさ、もうすごいから、だからあの人たちに負けたくないっていう、そのライバル心が、一緒に踊ってるあのプロの宮城姉妹に勝手にライバル心を燃やし全くなんか経験もないのにこう、うん、あーみたいな感じで、どうやったら僕にカメラが向くかなっていうことばっかり考えて 1.5 キロみたいな。向いた向いた向いた。で、向かないときはもうその中にこう割り込んでいくみたいなこともしたし、でも途中で叱られて、あの観客席に入っていっちゃったんですよ。で、それはダメらしいんですね。そういう知識がなくて、なんかこうほら近くまでね、愛嬌でさ、
近くまで行ってその人のところでこうキャーとかってやってたら宮城姉妹のお姉ちゃんにキヨちゃんキヨちゃん観客席入っちゃダメダメダメって言われて言われたんですが楽しかったです。それぐらいもテンションが高くなっちゃったんだ。あのねランナーズハイってあるじゃないですか、なんかちょっとしんどいところを超えるとすごいことになるっていう、あのダンサンバハイみたいなのってあると思いますよ。超きついんですよ。いやでも踊ってるときついんだやっぱり。すんごいきつい、あの久しぶりにあんなにきついのを体験した。もう最後まで踊れないかもって思うぐらいきつくて、でもそれを超えるとなんかもう振り、はい、なんかもうすごいハイになっちゃって、へ振りとかも自分流になんかちょっとアレンジとかしちゃったりしてお客さんと楽しんできました。いとこの五郎ちゃんは経験はあるんですか？五郎ちゃんもない。ない。でもね五郎ちゃんはねお姉ちゃんがディズニーのダンサーだったんですよ、うん、すごい。だからお姉ちゃんからそのダンスの見せ方みたいなのを習ってたみたいで、うまいんですよね、このキメのこういう、あそうこういう、うん、アピールの仕方とか上手で宮城姉妹から褒められてました。そう、あとあのインテリなんですよ五郎ちゃん、うん、僕みたいにこうあのなんか覚えれない人とは違うからあの前日のように、ね、一緒のホテル浅草のホテルを取って2人でこう泊まって、うん、夜練習したんですけど、うんうん、まあ、五郎ちゃんが全部教えてくれて僕覚えれないから振りとか頼れる、ね、はい次 B とか、はい A に戻って次 B B パターンとか、はいお客さんに手振ってみたいな感じで全部五郎ちゃんがその曲と合わせて指導してくれて、まあ、五郎ちゃんのおかげですね五郎ちゃんいてよかったね。五郎ちゃんいなかったら僕しっちゃかめっちゃかだったと思います。もう振りも覚えれないわな。まあ、それはそれでね、キヨちゃんらしいといえばキヨちゃんらしい。そうよね、ダイバーシティです。そうこのフリーダムな感じ、ね、自分らしくね、自分らしく、自分らしく、テーマは自分らしく、自分らしくといえば、はい、キヨちゃん8月11日ね、これずっと喋ってていいんですかこんな感じで。あいいですよ、もう少ししたら CM 行きましょうね、めぐみちゃん、はい、うん、言ってくださいね、そういうあの仕切りができないんでね、うんうん、大丈夫大丈夫。8月11日に地元が岡山県の津山市なんですけど、うん、そこで LGBT 入門講座っていうのをやりまして、うん、まあ、自分自身が男性同性愛者ゲイなんですけど、地元で、まあ、東京では私、杉並区に住んでて、うん、そこであのこういう LGBT の当事者の団体を立ち上げて、講演会をしたりしてたんですけど、はい、なかなか地元でやるっていうのが勇気がなくて、うんうん、まあ、やっぱねこう親戚はいるし、親戚の人はキヨちゃんいつになったら結婚するのみたいなことを、ね、言うんだね。今ではなかなか、まあでもそれもねなかなか聞いてくれない人がいるから、まあそれも嬉しいほらもうこんなだから誰もほら、うん、なかなか聞いてくれないんだけど、田舎ではね聞かれるテーマだから。そうね、なんかカレーのいい匂いがしてきましたね。そうね、あのすいませんちょっとねお話し中ですが、ごめんなさいね、カレーのいい匂いが漂って、こういうのもねなんかマイクを通して伝われば、技術が開発されていけば思うよね、出ますかね、思うよね、将来的には。でもあの頭でこう考えて、じゃああれね、あの MC の人もおならとかできないね。いや、やってないっしょ。あ、やってないの、やってないの、やってないっすよ、やってない。嘘、ここではやってない。えFM 小座でも、はあ、ピーポーパンポン入った、ほらほらもうピーポーパンポン入った、ダメダメ、あもうこんなことばっかり言ってるから、これこれ怒られちゃう、うん、はい、でこれ喋り続けていていいのね。いいよね。8月11日にそう講座を地元でやりまして、うん、はい、30人ぐらいかな、同級生がまあすごく協力してくれて、小学校、うん、中学校の時の同級生が協力してくれて、その同級生とかあと小学校の時の担任の先生、すごいよね、来てくれたり、先生も来てくれたんだね、市役所の方も、うん、そうあの津山市というところでやったんですけど、はい、津山市とか津山市教育委員会さんとか、うん、社会福祉協議会さんが講演をしてくださって、まあ、そちらの担当の方も来てくれたり、うん、そしてなんと、うん、なんとなんとなんと、うん、マーム、マイマーム、ケイン、トゥーマイトーク、まだマイマダーが来ましたね、うん、これがもうね自分としては驚き、緊張、不安、心配、期待、いろんなものがこうチャンプルーな気持ちでちょっと沖縄を出してみました。やらしい、やらしいね、ちょっと沖縄大好きそのチャンプルーな気持ちで迎えましたが、お母さんも来てくれました。だってさ、あの講演するでしょ、この講演する側からこうお客様の顔ってよく見えるじゃないですか。そうなんですよ、いいポイント、見えるよね、お母ちゃんの顔が暗くてもう本当にずっと下を向いててなかなか目も合わせないし、うん、でもその一方で、まあ、そのお母ちゃんのためだけにね話してるわけじゃないから、うん、他に29人のお客様がいらっしゃるわけだから、うんうん、まあ、あんまりこう気にしすぎないようにと思って話してたんだけど、まあ、ありがたいことにあの
お友達と一緒に来てたんですね、うんうん、あ、お母さんのね、そうそうそう、うんうん、だからあの休憩時間にそのお母さんの友達がいろいろこう一生懸命こうフォローしてくれてる感じなのが見えて、 あちょっと助かるなと思ってたんですが、うん、まあその講座中はまあまあその前段階としてそもそも僕はに今39なんですけど、はい、26歳の頃に親にカミングアウトもしたんですが、うんうん、その時にはもう本当に決裂っていうのを両親に言ったんですけど、お父さんは怒っちゃったしお母さんは泣いちゃったし、あそっか、まあ、田舎なんでね、うん、津山市ってすごい田舎なんですよ、なんか中学校で習うじゃないですか、過疎地、うん、みたいなので、うん、だからそういう田舎の人だからなかなか受け入れれなかったから、まあ、講演会も来たのもびっくりだったけど、まあ、講演会の途中もそういう暗い顔だったんですが、翌日、うん、なんと朝、お兄ちゃんに、うん、この僕の8月11日の講座の内容を、前日の講座の内容をお兄ちゃんに説明していて、お母さんがこれがびっくりでしたし、それはキヨちゃんはどこで聞いてたの、その話してた、ね、あちょっとドラマチックよ、うん、これってなんかあの金スマみたいな感じ、うん、何お母さんとお兄ちゃんはあの台所にいるんですよ、うん、2人で話してるのね、うん、で田舎だからあの壁とかない家だからほら襖ばっかりだから全部聞こえるんですよね、うん、僕は布団の中にずっと目が覚めてずっと布団の中にいて、でこう聞こえてきてお兄ちゃんとお母さんの話し声が、おだから僕はその場にいないのね、お母さんはじゃあキヨちゃんが聞いてると思ってなく思ってないかもしれないよね、うん、それでお兄ちゃんに聞いた内容とか言ってたり、きちんとねお母さん聞いてたんだよね、そうなんですよ、性にはねいろんな性があって心の性もあれば体の性もあったりとかね、うん、あと清文は別になりたくてこうなってるわけじゃなくて自然に、うん、まあちっちゃい頃から本当に女の子と遊ぶのがこうねやっこさんとかこう、うん、女子の方と、うん、遊ぶのが、ね、うん、そうそう、女子の中に女子よね、女子よ、ね、待って確認ですが、そっち、はい、女子、ああいう女子、I'm 女子、おー、イエス、今さら、本当、やめて、いや一応確認しといた方がいいかなと思って、女子、こういうね、でもラジオで確認するのもあるよね、ちょっと女子だし、母ちゃんだよ、あ、そうだった、結婚してたね、母ちゃん、結婚式も呼んでいただいて、結婚式来てくれたじゃん、ね、もう、もうこの、そんなこともありました、はいはい、うん、何の話だっけ。そう女子と遊んでるのが楽しかったんだけど、そういう話も講演会でしたんですが、うん、それもお母さんがお兄ちゃんに、まあ、清文はちっちゃい頃からそうやって自然に女の子と遊ぶのが好きで別にそうやって木をてらってやってるわけじゃないんだよっていう話とか、あとは一番嬉しい言葉は、ちゃんとこの LGBT のこと、性的マイノリティのこともちゃんと聞けば分かることだと思うっていうふうにお兄ちゃんに言ってくれてるのを聞いても、ちょっとうるうるしてない、号泣、思い出して、そうね、本当だよね、やっぱり諦めてたんですよ僕、うんうんうん、もう親のことはやっぱり田舎の人だし、うん、牛飼いの農家なんですよ、うん、だから牛と米ばっかりこういつも仕事でやってる人たちにこの LGBT ってことをいきなり理解してくださいっていうのも、うん、しかもそれが息子がそうだっていうことを、息子がゲイだっていうことをいきなり理解してくださいっていうのはハードルが高いなと思ってたから諦めてたんですが、うん、まさかまさか今回の講座でお母さんね、お母さんが、ま、いやだからね、人間ってやっぱり、あ、その学僕学んだのは、うん、やっぱねこうこっちとしては期待はあるんだけども、親にはやっぱり親のこうペースっていうか、うんうん、うちの場合は十何年、まあ、すごい早い人もいるんですよ、早く理解をされる方もいるんだけど、やっぱりこう十何年かかってもこう理解してくれる人もいるから、うん、変にこう親を変えようとかしなくて、まあ、自分は自分らしく、うん、自分は幸せに愛を持ってラブでこう愛を見てる見てる、みんな見てる、はい、愛私の愛で生きていれば周りの人もまあ理解するのかなっていうのも分かりました。そうね、うーん、よかったね、じゃあ地元で津山でできて新聞にも出て、そう見て見て、毎日新聞さんありがとう、大好き、毎日新聞さん大好きって、こ、あ、こういうことって言っていいの、いいのよ、あのなんかスポンサーさんがかぶってるのがそういうのないよね、はい、見えるかな、見えるあ、見えてます、ありがとうございます。こんな風にあの、翌日わざわざこの方はですね、担当の方はあの岡山市から車で2時間ぐらいかけて見に来てくださった記者さんなんですけど、もうバッチリ写真も可愛い可愛い可愛い、この時も可愛いよ、うん、それが大事可愛いを求める、そう、それを聞きたい、今日もいっぱい言ってね、可愛い可愛い可愛い、はい、うん、女子うわ、やっこさんって女子ピンクよね、これピンクね、そうなんです、そうピンクのね、今日あのコメントでもそれ来てましたよね、ちょっと見てみましょうか、コメントね、銀のトロンボーンさんからね、
いつもね、はい、前も来てくださってましたよね。こんにちは、よこさん、きよさん、めぐみちゃんということで来てますよ。こんにちは。で、そのね、銀のトロンボーンさんが、いやん、きよちゃん、きよさん、ピンクのタンクトップじゃないと。矢印上げ。ピンクのタンクトップ着てたよね、でもね。そう、来るときは着てました。先ほど三栄に行ってきましたが、ピンクのタンクトップで三栄をこう、カッポしましたよ、ちゃんと。自分らしくね。自分らしく、やっぱり三栄でも自分らしく、どこに行っても自分らしく、もうね、大事よ。じゃあ、ちょっと後半も引き続ききよちゃんとね、楽しくお話をしていきたいと思います。後半はたくさんメッセージ届いているの で、 そうですよ、ね、ぜひ紹介していきたいと思います。まず1曲ね、じゃあめぐみちゃんお願いします。マーク・ロンソンでアップタウン・ファンク、フューチャリングブルーノ・マーズ、お聴きください。どうぞ。理解が必要だと思うし、しっかりしてもらうことは大事なんだなと思いました。ちゃんと話してるじゃない、僕。真面目。こういうね。待ってよ、これちょっと。これはメールも見ていいですか？ギノワンの方ですね。で、こっちが、はい。来てないね。ヒコキムシ。セクシーだわってきてるよ。ヘコキムシなの。ほらまたもうこの余計なそういうこと言うから、もうダメダメそう、宮城姉妹からもなんかキヨちゃんは婚活の邪魔になってるって言われた。もうなんかいろいろ言うから、なんか言ってほしくないようなことまでこうすぐ書いちゃうから、もうキヨ様、婚活の邪魔はしないで。そっか、やっぱ宮城姉妹のお母さんが面白い人で、僕のこと好きみたいで、いろいろもうなんかお姉ちゃんにね、結婚相手として僕がキヨちゃんももうちょっと普通だったらね、かよと結婚できるのにねとかごめんね、こんなんで、ね、なんかね、仲はいいのよ、だからお姉ちゃんとね、あ、そう、すごく仲がいいんだけど、うん、一線は越えれない。越えれない、越えれないでしょ。越えれない。お母さんもちょっとショックを受けてらっしゃるそうです。じゃあ後半、じゃあこれ終わってね、うん、はい、終了。後半はまあこれもなんかよっこさんじゃあんまり喋ってないから、喋ってるよ、喋ってるよ。CM も入れちゃって大丈夫です、うん、その方がなんか安心、うん、もうこれでも CM 終わりです。この曲、これ知ってた、そうそう、ちょっとでしょ、はい、じゃあ持ってるか、しゃべろっか、メッセージ読もうね。これってあのジンギスカンじゃない、あれですな、ビーチパーティーのジンギスカン、前あっちだったよね、これ。ちょっとここだった、あ、ここだったか、建物がもうちょっとなんか違ったのか、あっち、ここでも新しいような気がする。すごい久しぶりに来たトロピカルビーチ、来ます？あんま来ないですよね、あんま来ない、やっぱ観光客の人が多いんだろうね。多いですね。沖縄を誤解されるようなことしゃべらない。いいのよ。キヨちゃんの、あ、すごい。こんにちは。誰だろう。何さんと佐藤さんのかな。でも、ね、このこっちを読むの？カッコ。私もよくわかんないな。ふん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 。いいね、このもう天気も良くて、昨日、ね、一昨日あたりからこう風も心地よいんですよ。あ、そう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 、ちょっとなんか変わったって聞いた。最高。あ、そう。明日からまた天気崩れるらしいけど。あ、本当？沖縄に
来るってのはいいじゃん。そうですそうです、言おうね。帰ってくるよ、帰ってくるよ、台風が来ます。沖縄に風を起こします、台風が。わーっとね、チャンプルーチャンプルーチャンプルー適当よね、どうしても言いたかったんだと思って、適当適当、ね、チャンプルー、これ言わなきゃ、紫村。そうだよ、そういうの大事よ、それ先にやったら。はい、終わりました、終わりました。私もさ、やってもらってしゃべるの久しぶり、ね、いいね、ありがとうございます。宣伝してください。もうめぐみちゃんいてよかった。ゆきさんが、やっこさんやってもいいですよ。できないできない。絶対できない。絶対できない。今日やばかったよね、これね。できないできない。それだったら。うん、いやいやいや。スタッフさんって誰かいますか？いつも一人でやってるんですよね。あ、小座では。小座はフリーダムなんで。小座楽しいよね。いやもう、フリーダム。ね、小座はフリーダム。もうずっと前から知っているんですよ、キヨちゃんが。そうなんですよね、会社員時代からもエリートなんですよ、キヨちゃん。はい、ですね、うん、その沖縄に行った時に知り合い、ジャイカにいたんです、私。ジャイカっていうのが浦添にあって、うん、そこで働いてた職員だったんですよ。で、その長野の方のラジオで、そうで出させてもらって、ラジオなのに民族衣装で来たっていうので、なんかこう頭おかしい人が来たっていう、なんか優しい人。いやいやいや、頭おかしい人じゃん、ね、もう全然好青年で、そうなん、うん、もう爽やかで、猫かぶってた感じ。この笑顔でしょ、もうモテモテな感じだったよ、女子は女子に思う。あ、そうだったの。そう、あそこ女子いた。ですよ。誰よ。やっこさん、めぐたん、きよさん、こんちーっす。こんちは。AKB ファンさん。AKB ファンさん、当たった当たった。いいね。キムちゃん見える。あと20秒で。はーい。じゃあ忘れないうちにここから行こう。そうよ。ヤッコベビーマイタイム生放送で、今日はトロピカルビーチからお送りしております。そして私と一緒に番組を進めてくださるのはこの方、ガラクタ整理士のキヨです。よろしくお願いいたします。イエイ。さあ、メッセージもね、たくさん届いてるんですけども、まずね、キヨちゃん、何ですか、ヒルラジってさ、はい、毎週毎週リスナープレゼントがあるんですよ。お、なんとすごいんですよ。これヤッコさんの自腹で。違う。すごい、太っ腹。さすが。そしたらもう大変な。見ちゃう。なんでお腹の方を見るのよ。さっきからごめんね、ディスってるみたいでダメだ。ヤッコさん綺麗ですよ、皆さん。とっても綺麗、とっても優しくて、あのピチってね、なったね、今ね、いい音なったね。ちょっといい肌でしょ。触ってもいいよ。いい肌よ。ほら。いい肌だけどさ。今日落としすぎよね。仕事仕事仕事、ほら仕事をして。ほんとめぐみちゃんもね、めぐみちゃんももう始めてすみません、ほんとに。さあ戻りますよ。はい、どうぞ。仕切り直しいきますよ。はい、ね、だから毎週、はい、そうだ、リスナープレゼントが、リスナープレゼントがあって、豪華な番組なわけですよね。あるんですけども、はい、先週はね、読谷村紫村内のレストラン大輝の、ランチペア券なんですけども、当選された方、お、ドド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 ド今の忘れないでよ。だからもうこうすぐぼーっとするからさ、ダメよね。なんか今回もあの歩くあのエスカレーターを逆走してきましたからね、東京で。大丈夫でした？周りからすごい目で見られてさ、羽田空港もう人がいっぱい、夏休みの最後でこういっぱい人がいる中に超迷惑な客よね。マブイをマブイをちょっと落としてきちゃった。パンパン。はい、マブヤマブヤね。さっき叩いて、さっきあね。バン。綺麗にしてる。はい。はい、今ので大丈夫、ね、じゃあ仕事終了ね。はい、はい、大丈夫です。まだ続いてる。はい、仕事はまだ続いてるよ。メッセージ読む？そう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 、メッセージを、メッセージ紹介していきましょうかね。紹介していきましょうよ。はい。でもね、これ下げるのが2本の指で、あ、全然ダメ、キャー。なんか放送事故、放送事故。こうでしょ？
はい、これが、コザのね、コザの方からも行きましょうかね、はい、そんなにさ、そうよ、はい、めぐみかんちゃん、やっこさん、きよさん、トロピ放送ファイティーと来てます。頑張ってます。本当にこの慣れないこの機材をアダプトしながら2人で。今日はね、スタッフのめぐみちゃんがいてくれて、ね、本当に助かっています。めぐみさんがいなかったらこれちょっとやばいですよね。放送にならなかった。いやもう安心して、この安心感よ。ね。はい、もう本当に優しい。こちらです。めぐみちゃん、ね、私たちはこのほら、ね、私たちがこういつもテンションが高いじゃない。そうよ、だからちゃんとしないと。癒し系よ。あ、癒し系。本当もありがとうございます。そして、タロスケさん、のほんやっこさん、きよさん、こんにちはと来ていますよ。のほん。のほん。のほん。セブンさん、こんにちは。セブンさんもこんにちは。そしてイージヒョンちゃん、こんちくわ、きよさま、やっこ姉さん、こんちくわ、いつもいつもこんちくわって言ってるよ。あ、いつもこの方こんちくわなんですね。きよさま、セクシーだわーと来てるよ。あ、知ってる、知ってる、はい、ありがとうございます。イージヒョンさん、姉さん、コザではへこき虫なの。あ、ごめんなさい、あの訂正します、私のせいですね。とってもいい香りがね、あの先ほどから香ってきてます。やめて、はい、次行きましょう。言えば言うほどもう本当。そう、うん、真面目、とっても真面目。いいのよ、僕は嘘つけないよ。チャラい AKB ファンさん、やこさん、めぐたん、きよさん、こんちーす、こんちーす。なんかありがとうございます。面白いこのご挨拶の方が多い、ね、多い番組でいらっしゃるんですね、やこ、ねうん、ベイビーマイタイム。あ、なんか変なの押しちゃった、私大丈夫。はい、キヨさん、帽子似合ってるね。この帽子ですね、これは先ほどから申し上げている通り、うん、私が作ったわけではなく、宮城姉妹という沖縄の、はい、これ宮城姉妹のちゃんとした宣伝になるかな。僕が言ってるとなんか宮城姉妹のイメージダウンになるから。いや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 、とってもいい帽子です、これ。あの手作り帽子です。そう、手作りなんですよね。そうなんですよ、ありがとうございます、伝えます。で、リスナープレゼント、キヨ様と素敵な一夜を、これ読んでよかったかな今。キヨ様と素敵な一夜を、クエスチョンだからね。うん、わかんないね。はい。リスナープレゼント、わかんない。そればっかりわかんない。大丈夫かな。はい。そして、あ、AKB ファンさん、ワーオってことは、当選したから嬉しいから、ワーオなのかな。そうだよね。おめでとうございます。ありがとうございます。あとさ、さっき、こっちの、はい、ね、ギノワンの方も来てましたね。ギノワンのツイキャス行きましょうかね。うん、じゃあキヨちゃんここ紹介してもらおうかな。ここもう全部やっていただくのがね、触らない方がいいですね。はい、初めてね、コメントをくださった方が先ほど LGBT のお話をしたのを受けてたと思うんですけども、はい、ヒーローさんとお読みするんですかね、はい、みんなの理解が必要だと思うし、しっかり知ってもらうことが大事なんだなと思いました。嬉しいね。いや、嬉しいですね、本当に。これはやっぱりいろんな人に LGBT のことは知ってもらいたいと。だからそのためにキヨちゃんはいろいろとね、このメディアに11月に、うん、何、ドド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 ドちゃーん、移住してきます。どこに？沖縄に。ここに来ます、キヨちゃん。はい、沖縄の皆さん、うわ、すごい、もうみんな喜んでくださってる。なんかすごい大盛り上がり、目の前が大変ありがとうございます。ニフェデビタン、もう沖縄の皆さんがこんなに喜んでくださるなんて、僕にはもうなだそうそう。なだそう、嬉しいね。嬉しい。帰ってくるんだ。帰ってきます。あ、今は東京にいる、ね、今は東京にいるんですけど、ね、やっぱりね、ちょっと地方が私を呼んでいるんじゃないかだから錯覚を覚えまして、ほうほうほう、まあ、東京はね、いろいろもう活躍されて LGBT のことも頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるし、うん、やっぱ地方で、まあ、でもそういえば沖縄はですね、地方地方と言いながらも、うん、あの那覇市はつい最近、はい、同性パートナーシップ条例を始めたりとか、そう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 、 LGBT 支援宣言をしたりとか、うん、こういうの少ないんですよ、全国でも。まだまだ、そうだよね、少ない中で那覇は本当に先駆的な活動をされてて、ね、うん、那覇市さんもありがとうございます、はい、ありがとうございます。その那覇市さんが、うん、あったり、これにまたなんか急に聴衆が増えてきたなとか思っちゃったわけ。そうそう、ね、なんか私に注目してるのかなっていうようなほら、すぐ 見たがりだから、ありがとうございます、手を振ってくださって、ありがとうございます、はい、キヨちゃんです。その何の話だっけ、そう、来て、沖縄に来て11月からは沖縄でも LGBT のことも伝えたりっていうのを、特に子どもたちに伝える活動を、ほう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 、講演会とかも
そういった活動も、あのね、自分自身がやっぱり今はこんなね、なんか本当にこの人なんかこうすごいみたいな風に楽しくね、毎日を過ごしていらっしゃるかもしれませんが、昔はあの、こんな風にはっちゃけて自分がゲイですとかって言えてたわけでもなくて、やっぱりこの岡山の田舎ですごく悩んでいたので、はい、子供は特に悩んでる子っていると思うんですよね。なかなか相談もしづらいし、だからこう大人の責任としてなんかこう違ってもいいんだよみたいな、うん、人と違っても全然そんなの OK だし、うん、それはまあそれはもっと言えば実は LGBT のことだけじゃなくてみんなそれぞれ ね、 そうね、違うじゃない、うんうん、男っつったっていろんな男がいるし、女子って言っても素敵な女子もいらっしゃるし、あのまた叩かれて、いやちょっとあれラジオであったよねこういうの、どっかの名古屋かどっかでさ放送中になんかこう叩いて痛い痛い暴力痛いそういう何の話、ほらほら戻して戻して軌道修正軌道修正、やっとさんの役目よそれ、僕できないんだから、いやいや、はい行きましょう、はい、な、本当になんだっけ今話してたの何でした、何でした話してたの、だからいろいろなね、この違いがあっていい、そう、それで女子にもいろんな女子もいるし、うん、お母さんって言ってもいろんなお母さんもいらっしゃるし、ね、それをなんかこう何々なんだからこうしなさい、男なんだからとか女なんだからこうしなさいっていうのはきついじゃないですか、うん、本当はみんな多種多様でしょ、だからその多種多様で、自分のこう自分らしく生きていくっていうことを伝えたいんですよね、この格好をしながら、いいね、いやいや今日ピンクのタンクトップじゃないですけど、うん、生着替えする後で仕事いい、それはいい、はい、ごめん、はい、でも実際この放送の前はここでね、そうね、着替えてたね、パーンと脱いで ね、 あのピンクからこの衣装に変わりましたけどもね、はい、ピンクはもうキヨちゃんのトレードマークのカラーですね、はい、ピンクを着て、あ、12月には実際にもうすでにいくつか、はい、まあちょっとまだ確定してないので学校名までは言えないんですけど、うんうん、いくつかの学校からお声をかけていただいてて、沖縄の、はい、お沖縄で、おすごい、 LGBT のこととかを話す、じゃあこれからピンクのタンクトップ着て12月でも行くよ、ピンクのタンクトップハーフパンツで、冬なのに、はい、ピンクのタンクトップ着て、はい、これからも活動すると、はい、していきます、まあもうその格好よく、あのなんだっけな、ほら FM 小沢にいた時もあのなんだっけあの人、うん、あの人、山下清さんですかってなんか誰か言われましたよね私誰かに言われたんですけど、この坊主、坊主しかぶってると分かんないかもしれない、はい、坊主なんですね私ね、はい、坊主でタンクトップでちょっと日本語がたどるしかて日本人よそう、僕修士課程、インテリ修士課程出てますから、北海道大学の、そうなんです、 Boys be ambitious、 そうでイングリッシュもね、そう、あの英語の先生 935? すごい、すごいでしょ、すごいのよ、TOEIC 935点、30いくつ忘れない、まあ、とにかく930何歩でした素晴らしい、はい、英語もそう、ほら、まあ、そう、山下清みたいに言われてなんだっけだっけなんだっけそれだってキヨちゃんが言おうとしたから、ね、あ、僕が言おうとしたこと、そうよ、 あなたが言おうとしたことじゃなくて、違うよ、まあ、山下清みたいな格好をして、うん、まあ、楽しく生きたいということです、これがトレードマークだから、トレードマークのこと言いたかったんじゃないの、今、そう、ありがとう、うん、ヤコさんね、これからもよろしくお願いしますね、よろしくお願いいたします、ヤコさんがいないと僕はもう生きていけない、嘘だ嘘だ、いろんなとこそんなこと言っていろんなメディアに出てるじゃないですか、あ、そう、こういうのって大人の上手な言い方、沖縄でもいろいろで、あの FM 小沢以外でもはい、いろいろところ、でも FM 小沢さんにも今後たくさん出させていただきたいのでスポンサーさんお待ちしております、あのよろしくお願いします、このとってもいい自分らしく生きていく、多様性を大事にする人生を、あの沖縄にもたらしたいと思っておりますので、なんか選挙活動みたいになっちゃったけど、そうですよね、なんか急に選挙出ちゃう出ちゃう、まあ、言うよね、だってさ、でもこれちょっとでも大変じゃない、キヨちゃんは県知事いきなりそこに行かないけど、県知事いきなり行ったね、ね、あのちょっと行っちゃう、どうなるかわからない、なんかこの感じはあるよね、可能性が、そう社会がどうなっていくかだってだってね、今ほらガラクタ整理士、はい、スペースクリアラーでしょ、はい、で瞑想も教えて、英会話の先生でしょ、はい、であ多分中国の方かな、あら、いいな、英語で英語で英語で Thank you、 え、 Thank you、 いや、他の英語聞きたかったその呼び止めるのもあれかなと思って、935点の力を今見たかったんだけど、はい、うん、本当よ、うん、本当よね、うん、だから最近はハングルも勉強し始めちゃったりして、あ、そうね、はい、英語の先生というね顔を持ってるでしょ、はい、だからこれからもしかしたらどうなるか、
いろいろとね沖縄で活動の幅がどんどん広がっていきたいと思いますし、ほらヒーローさんも、うん、沖縄に移住する羨ましいってコメントくださってる。あ、ヒーロー様スタジオ楽しそう、はい、楽しいです。先ほど暴力を振るわれました。楽しいです。ペチン、あ、痛い痛い。でもいい音なるのよ、本当に。本当に肌が多分ピチピチしてるから。いい、うん、みんな触ってね。スタジオ楽しそうでしょ。これは FM 宜野湾ね、コザの方も見ましょうか。だか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 、えい、はい、コザいっぱい来てる来てる。どっちからかな。AKB ファンさんね、当たったんですかっていうのはこのランチペア券ね、チャラいがついていませんが他の人かなと。いや同じ方だと思います。思いますね、めぐみちゃんね、同じ方です。はい、おめでとうございます。チャラい AKB ファンさんおめでとうございます。そしてイミッチャおじさんからも来てますね。やっこさん、トイレの個室からこんにちは。あれ今日は仕事着のピンクのタンクトップじゃない、今日はオフかなと。すごい、なんか皆さん僕がもうピンクのタンクトップっていうのを覚えて、そうよ、トレードマークよ、ね、うん、嬉しい。なんか沖縄に呼ばれてる気がしてきた。沖縄にいいピンクの風を沖縄にピンクの風を起こしたいと思いますね。台風はほらね、7月8月9月に来て、11月はピンクの風が沖縄に吹きますので、皆さんよろしくお願いいたします。ゴーッとね、ゴーッと、ね、巻いていきますから、はい、飛ばされないように皆さんね、皆さんね、はい、必死にこう捕まっていただきたいと思いますけどもね。イミッチャおじさん、それ言ったの俺だはずってのは、あ、ピンクのタンクトップのこと、山下清志？あ、山下清志！あ、イメッチおじさんだ、きっと。そうだ、そうだ。この方、ラジオに出てらっしゃる方？いや、ラジオで会っちゃった。来てくれてた時にかな？うん、なんかね、言われた。そうだ。あ、じゃあこの方、イメッチおじさん、お久しぶりです。沖縄に来ますので、仲良くしてください。そうだよね。イメッチおじさん、余談ですが、たまにキヨちゃんみたいな顔をした野球部の小学生いますよね。いますよねの後にこの汗がついて、なんかちょっと微妙なこの顔っていうのは、なんかこのなんて言うんでしょうか、このあのディスられてるわけですか。私違う違う、褒められて、うん、かわいい、あの小学校のほら野球少年のようだっていう清らかなさ、わ、そうよ、きっとそうよ。じゃあもう僕小学生ということで行きたいと思います。うんね、あのまだピチピチとしてるっていうことを多分言いたかったんじゃないかなと思います。いい風に捉えていきましょう、はい、ポジティブポジティブにね、いきたいと。やっこさんもほら女子らしいってさっきから言ってるから、ポジティブに捉えてるのはね、いいのよ、はい、全然じゃないですか。仕事じゃあさ、はい、11月に来て、はい、これから沖縄でまた新たな一歩が始まるでしょ。はい、なんでしょう、はい、ね、で、あのキヨちゃんの今後の活動としては、ブログとか、あとフェイスブック、はい、インスタグラムもやってる、はい、やってます。そこで随時アップしていく、はい、ホームページもあります。おー、で、その12月でほら沖縄でね、小学校、学校で講演活動するでしょ、はいはい、ガラクタ整理のこの、あ、今週末あります。あります。はい、今週、あ、ありがとうございます。いい振り、さすが名コンビ。なんかちょっとコンビ名作りたいよね、今度に考えましょうね。本当ね、私軌道修正してるだけよ。軌道修正、うん、はいはい、私は、はい、はい、今週末何、9月の、はい、今週末に北中グスクのあやかりの森で、うん、ガラクタ整理講座を土曜日に、そして日曜日には先延ばし克服講座というのも。何何、先延ばしする人多いんですよ。なんかこう、わかる、時間ができたら英語を勉強しますとか、時間ができたら片付けしますとか、そういう人多いので、まあ、私自身もですね、ちょっとこう先延ばしをしていた反省もあり、うん、最近克服できたので、それを教える、そのコツとか教えてくれるの、はい、そうです。どうやったら先延ばしを克服できるか。克服したいよ。したい、したい。本当に何を克服先延ばしでしょ、はい、だからあの先延ばしすることによって忘れちゃうことがあるじゃん、うん、うん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 、うん、いや、あ、メール送らないといけなかったのに忘れてたとかって、それをやらないために私は付箋紙で、あ、不戦士ね、はい、僕個人はあんまりおすすめじゃないけどね、いきなりダメ出しじゃごめんね。なんかあのノートに僕はまとめてね、うん、書き出して、毎朝書き出してます。そういえば私はノートに毎朝今日やらなきゃいけないことを書き出して、そこの優先順位を決めて、うん、優先順位の高いものからやって、こう消すっていうのをやってますが、私、まあ、付箋はダメなんだ。じゃあ付箋ってなんかペチャ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 こうなんかこう散らからない散らかる。これよくまあヤコさんがどうかそうっていう意味じゃなくて、なんか
パソコンのこの画面にこう、あ、右と左にこう貼ってさ、ね、垂らしていくとかもいるじゃない、はいはい、ああいうのってなんかちょっと剥がれちゃったりとか見た目もね良くないから僕はノートにまとめています。あ、なるほどね。で、赤線で消すっていうのもいいんですよね、やった後に。ほう、なんていうのかな、やり終えたプラス赤線をガッと引くとなんかちょっとこう達成感、はい、です。出る、へえ。それいつからこうチャレンジしてるんですか？3月ぐらいからもうほぼ毎日やってますよ。私はその前まではじゃあ結構先延ばしする癖があったの？なんかねちょっと緩い感じがあって、うん、まあ、例えば僕アメリカに住んでたことがあったんですけど、はい、アメリカでちょっと失敗しちゃって日本に帰ってくるときに、まあ、分かりやすく言えばなんか破産みたいな状態で帰ってきちゃって、うんうん、人からこう借金とかもあるんですよ。でもその友達はすぐ返せとか言わないから、うん、いつかお金の余裕ができたら借金を返そうみたいな風にずっとこう情けないでしょ、こう、なんとにない、そういうね失敗をしてたので、うんうん、いやそうじゃなくてちゃんと借金を返すために3月からはちゃんと目標額を決め、うん、そうやってこうやる仕事をどうやって増やしていくかっていうことを頑張ってるわけです、うん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 。ちょっとずつ変わってきました。それによって仕事がどんどん良くなってきて、やっぱり収入も増えてきたし、あの予定していた借金の、あの計画もどんどん前倒しでたくさん返せれるようになってきてるので、おお、じゃあじゃあこれをぜひ皆さんに、まあ、前あの先延ばしをどうやって克服するか、みんななんかあると思うんですよ。ありますよ。先延ばしちゃうことって、あの、もうそれこそこう主婦の皆さんであればこう洗い物をずっと置いたままこう溜まっていくとかさ、シンクにとか洗濯物の山が溜まっていくとか、そういう方のためにアドバイスを。すぐやればね、いいんだよね。そうなんです、ちょっとずつすぐやるっていうのが、あとねちょっとずつやるっていうのがとっても大事なポイントで、あ、なるほどね、みんな全部やろうとするから挫折するんですよ。なんかこう、まあ、またお金の話であれで生々しいかもしれないけど、うん、400万って言われたらちょっとうわ返せないと思うけど、うん、例えば月々5000円とかだったら、あ、ちょっとやってみようかなっていうふうになるじゃないですか。ちょっとずつちょっとずつにこう分けていくっていうのは、ガラクタ整理でも英語の勉強でも、例えば1日1ページとかね、うんうん、分けていくっていうのはとてもいい方法なんです。全てつながるじゃないですか。そうなんですよ。それを、5日がガラクタ整理で、6日が、はい、先延ばし克服講座を、やります。同じあやかりの森で、はい、やります。行うということですね。時間は何時から？時間は、ね、確か2時ブログを見てもらう、はい、ブログを見てもらう、こういう、ね、細かいことはあのブログをご覧ください。確か2時からきよちゃんのね、はい、竹内清文で検索をしていただくと公式のホームページが出てきますので、そこでチェックをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そっか、また新しいちょっとね試みですね。そうなんですよ、先延ばし克服講座。そう、これは結構いると思いますね。そうなんです、先延ばしは多い、うん、誰にでもね、うん、あるある、ある、あるでしょ、ある。だからそういう、あの、そういうのをやるの上手なのよこういう仕事で。でもね、私もキヨちゃん の, あの講座を受けたことがありますけども、はい、すごくね、あの今喋ってるこのフリーダムなこのね、あのほんわかとした感じもあるけども、しっかりとね、あのポイントを押さえてくれるので分かりやすいです。ありがとうございます。本当本当おすすめです。私分かりやすく喋る才能はあると思います、うん、細かいことを覚える才能は全然ないんだけどあと軌道修正とかの才能はないんですけど、軌道修正しないといけないね、うん、だからちゃんとあの講演会の時にはこういうことを喋ろうと思ってあのちゃんと喋ってますので、あのしっちゃかめっちゃかじゃないです。ちゃんとね喋るのちゃんと。あ、でもね最近ね、うん、講座 で日本語をね参加者の人に直される、うん、あ、そうそう、最近もあったな、ポンポン拍子で決まってきましたよねとかって言ったらそれトントン拍子じゃないですかって言われて、なんでなんで、なんでポンポン拍子、なんかポンポン決まるとか言うじゃない、な、言いますね。そこら辺がちょっと修士よ、修士、北海道大学の修士、哲学科ねえなんですけど、幹がね、ほら木もほら幹がしっかり根まで張ってればいいじゃないですか、うん、枝葉の部分はまあ枯れてもね枯れるんだ、枯れることもあるかもしれないけど、ね、幹がこうちゃんと張ってれば、そこら辺もつけて、幹はちゃんとしっかりしてるもんね。そう、幹はね逃さないんです、うん、私ね、はい、そうよね、大事なことは逃さない。なのであの皆さんでフォローしながらね、はい、そうです、参加型の講座だと思っていただいて支えていただきたいと思います。でもお金もいただきます、はい、よろしくお願いします。そ の, あの参加料などはね、また詳細は、はい、ブログに、はい、あのおにぎり出すんだ、今回忘れてた大事なポイント。私おにぎりが上手ってね、そうだよね、オーストラリアにも住んでたことが、ね、うん、I used to live in Australia、うん、なんですけど、その時におにぎりを作ったらですね、いろんな方からご好評いただき、外国人の方からも、ほうほう、でそれ以来おにぎりを、皆さんにお作りするようになって、あ、食べてみたい、東京での講座でもおにぎりをお出しするようになったんですよ。みんなの分握るの？はい、あ、
して、それを今回のあやかりの森の9月5日6日はお出しするので、はい、おにぎりも食べに来てね。きよちゃんのおにぎり食べに来てください。まーさんどうよろしくお願いします。まあ、はい、さああっという間のお時間ですね。なのでちょっとラストのね大事な部分ご紹介していきたいと思います。はい、ヒルラジヤコベビマイタイム、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワの提供、他各社の協力でお送りいたしました。今日はトロピカルビーチからの放送いかがでしたか、キヨちゃん。あ、私、うん、あ、はい、ごめん、またなんかちょっとイケメンを見ちゃったダメだ、なんかボードねすぐそうやってなんかもう、はい、はい、イケメンもいっぱいで楽しかったです楽しく放送ができましたね、はいはい、景色が素敵、またやろうね、またぜひ ね、10月まではここでできる。え、10月水着の人いるそういう問題じゃない、県外からの方はもしかしたらいい、ね、じゃあ県外の方、私のラジオの日に合わせていらっしゃるかもしれませんのでね、はい、またこの放送ここからキヨちゃんと一緒に行う日は来るのかな。何言ってんのその言い方トロピカルビーチの11月に来るでしょ。そうよ、でしょ、そうよ、10月までだからここ、ほら、また来年かな、来年、来年、ね、Next year Next year ね、I'll be back next year、はい、で11月に来たらまた FM コザの方でも出ていただきたいと思います。ここまでのお相手はヤッコベイビーとキヨでした。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。前回も来てたよね、ウィンウィンはどうだっていう、ね、ちょっと違う、このキャラね、ウィンウィンみたいなやつでしょ、違ったっけ、ちょっと違うごめん、他にコメント来てなかったかなみたいな。あ、受信トレイ2になってた、あーごめん、あ、違った、え、なんか、なんか、あ、これは違う、 FM コザ、これコザから来た、あ、来てたールーシー、あ、ルーシーごめん、どうなんだ、ルーシーさん友達、あ、前もね、前もルーシー、あの、メワルシドク、友達だから、友達ね、あ、すごい、あ、来てた、あら知ってる人、うーん、あ、コザの方に来てて、転送してくれたん、ね、るんだ、あ、そういうことなんだ ね、 いいね、優しい、サンバを踊ってる姿、とても良かったですよ、はい、